サウンドスケープ、キャンプファイヤーの音を聞いてまったりしちゃいましょう。みんなおはよう、ルシフェリーよ。今回の放送ではキャンプファイヤーの音、燃え盛る炎の音をみんなにお届けするわ。真っ暗な中で燃える火を見ているとなんだか安心できていいわよね。枝に刺したマシュマロを近くにくべて。それじゃあみんなのお耳が癒されますように。どうぞ。
そろそろ番組終了の時間ね。みんなどうだった？私は、ちょっとお腹空いてきちゃった。えへへ。みんなもマシュマロ、じゃなかった。心がモヤモヤした時にはいつでも聞きに来てね。それじゃ、また次の機会に。Check!